どうも、コバでーす。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。久しぶりにランク上げようかなと思ってます。いや、マッチングするかな？今ね、朝の5時なんですよね。12月30日の朝の5時。なんかね、眠れなくてね、不眠症かもしれん、もしかしたら。全然寝つけへんから、しゃあなし、なんか実況撮るかと思って今撮り始めてないけど、マッチングシーンかもしれんな、この時間。朝の5時にマリオメーカー今やってる人は少ないか。来ねえ。一人も来おへん。さすがにいいヒンタか。どうしよう。なんか流行りのゲームするか。任天堂 e ショップ。スマブラしてみる？スマブラやるか。スマブラを未だ持ってへんっていうね。スイッチユーザーでスマブラ持ってへん人ってなかなかいいひんくないっていう。最近なんかセフィロスが追加されたんすよね。高っ。スマブラって8000円もすんの？なるほどな。スチームに慣れた小村さんにとってはちょっと高く見えるな。はい、スマブラダウンロード中です。頑張ってください。よし、いけた。よし、やりましょうか。40分なんてシャニマスやってたら一瞬ですよ。ゲイ。まあ今回見ての通りね、結構雑に実況していくつもりなんで、スマブラもやる予定じゃなかったしな。やっていきましょう。ちなみに、このスマブラスペシャルは、2年前に1回ピーナッツくんとやったぐらいよね。それぐらい最近のスマブラには疎いよ。スマブラなんて陽キャしかやらへんやろと思うけど。ボーカルあるんや、オープニング。はい、やっていきましょう。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。まさか小村さんが流行りに乗ってしまうとはな。オッケー。バレットいんの？ティファまで参戦したか。ブサイクになったな。エアリスもなんかブサイクになったな。チョコボー、いつの間にか逃げになってるやん。ジーノ、これはちょっとテンション上がる。ついにジーノ参戦したか。これは規制会的なやつやろうね。セフィロス、急にガチのモデリングが来たんやけど。はい。セフィロスが追加されたっていう情報はなんか見たよ。セフィロスの PV は見たわ。ファイナルファンタジー7やんけって思った。多いな、お知らせ。はい、初めてスマブラスペシャルを起動した。まあオンラインでしょう。なんとなくできるよ、こんなん。はい。おー、あ、最初ってこれだけしかキャラいいひんの？そういうことやんな。僕だいぶ縛りプレイに入ってんな、これ。なんかカービィがめちゃくちゃ弱いっていうのは聞いたことあるんですよね。世界戦闘力って何？これ世界ランクってこと？僕の世界ランク53万なん。逆に強くね。530万か、どうでもいいわ。マリオで行きましょうか。あれやもんね、さっきまでマリオメーカーやるとしてたんやから、それに変わりやしな。はい、全世界の猛者どもをね、蹴散らしていきますよ。ほぼ初見プレイやけどな。ジャンプどうすんの？ジャンプ1対1なんですけど、ちょっとやめてや。ガチな人こんといてや。もうガチやん。隠しキャラ使ってるやん。うわぁ。ちょっと待って、僕スマッシュ技すらいまいち覚えてへんよ。はい。あ、これもジャンプな。ちょっと待ってや。まず B ボタンか。ちょっと待ってや。上 B の押し方がわからへん。はい。OK。これがスマッシュ技ね。こいつはファイナルファイトじゃない。なんかボクシングゲームのキャラっすよね。なんか Wii U の時のこいつがめちゃくちゃ強いな、聞いたことある。 そんなレベルやけど、僕の知識。僕の64時代の時はね、投げ技を多用してたね。はい、ガチャ。いい熱い戦いが始まってますが、痛い。マリオ、世界のマリオ見せてやれ。お前がナンバーワンや。うわ、強い。なんかカウンターかな。カウンター持ってたやもんな、キャラ的に。はい。ファイヤーボールは？どうな？
熊田さん遠距離技を覚えました。これは勝てんな。こいつ絶対、このボクシング野郎絶対遠距離技持ってへんな。ただマップが狭いせいで僕のファイアーボールが生きない。痛い。よし、とりあえず一回削ったな。まだ僕は勝負諦めてへんぞ。はい、やめてー、ラッシュやめてー。はい、あ、そんな遠距離攻撃やったか、マリオさん。僕の知らない能力を持ってんな。痛ーい。はい、バカめ。ほい、終えたな。はい、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 痛ーい。あ、やっちまった。今のはうかつやった。こんな感じね。オッケーオッケー。まあ1回目はね、お遊びですよ。ちょっと動きのやり方を確認したかっただけやしな。はい、こういうリベンジとかできんの？オッケーオッケー、来いよ。僕の熱烈アプローチ拒否されたっぽいな。いや正直、先の人だったらもう1回やったら勝てそうな気はしたんやけどな。1対1かまた。夜はやっぱ人少ないんか。はい、また隠しキャラ。みんな隠しキャラ使う。あ、ほら、くぅ、危ねえ。くそ、腹立つ今の。キングクルールが強いよ。お、村人か。任天堂のシールをかけて戦いや。任天堂の顔のマリオと、今ではもしかしたら動物の森が一番任天堂のビッグコンテンツかもしれんからな。この戦いで任天堂の顔が決まるのかもしれない。ついにマリオさん、くらがえ、ついにマリオさん任天堂のトップから降ろされる時が来たのかもしれない。僕はマリオの地位を守ってみせる。はい、村人さん遠距離攻撃多いよ。遠距離攻撃ってかリーチがある技多いよ。こっちは拳一つで上がってねえぞ。ファイアボール。はい、はい。おお、ね、そんなボクシングスタイルあんの。そんな、うわ、サイコパスみたいな顔して。はい、うわ、今投げるか。投げてはなかったけど。はい、痛い。こい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 。はい、跳ね返せるんだよな。ねえ、今どうだった？あ、こいこい、ハニワさん。はい、ナイスナイス。スライディング結構有能な気がしてきた。そんなことない？うわー、パチンコかー。リーチがあるんだよな。どこにハニワ投げてるんですか？気が狂ったか。あれだ。う、いいよ。はい、ナイス。これがマントの力よ。ヒーローの証マントよ。持ってるか、マント村人。どうせ持ってんやろ。所詮一般人お前は。一定の顔になれると思うなよ。マリオに勝てると思うなよ。ほら、くそ、その傘強い。はい、はい、あれ、これ返せってしっかり。水は使わん方がいいな。うっ、はい、あぶねー。今のはナイス回復やったと思う。はい、ナイスー。コインコインコイン。戦闘中に金稼いじゃうからね、マリオさんは。なんと、うわー、ハニワが当たると思ったんやけどな。はい、もうハニワを跳ね返すのは多分読まれてんな。ナイス。これがマリオさんの続きよ。今の知らへんの？はい、惜しい。
その花火も結構優秀やな。格ゲーってやってるとさ、相手の使ってるキャラの方が、性能よく見えるよね。実際はそんだけ変わりなさ、なかったりするんやけどね。マリオは強いんかな、今作。使ってる限りなんかいい技ない気がすんねんけど、気のせい。僕が使えてんやったっけか。あー、惜しい。かわしやがった、うまい感じ。はい。はい。上がったー、ナイス。敵の力を利用する。これがクロウとの戦い方よ。お前にそんなことができるか、そんなゲートか。どうせ自分の力でしか戦うことできんねやろ。流れを利用するのがね、真の強者よ。うわ。はい。はい。はい。おお、今のはかっこいい。ファイヤーボール。はい、おい、やめた。うぅ、怖っ。あと一撃で神聖かな。あ、怖い、まだボーリング。浮き技かと思った。そのパチンコ意外と飛ぶんだよな。やられた、畜生。勝てねえ。幸せそうな顔しやがって。なんやその肌、なんで三角形やねん。はい、ケーン。ストリートファイターかな。よろしくお願いします。はい、やだか、格ゲーっぽいことができたよな。いたー。はい、うわ、波動拳と相殺シーンだ。はい、よー、こっちも昇竜拳できるんですよ。はい、絶対マリオの動きってこれ昇竜拳とこの竜巻旋風脚をパクってるよね。これこれ、わっし、小足が見えねえ。はい、あれ大丈夫、けーん。はい、あんまりマントがいけひんだこいつ。あ、そのコンボ、なんか近接は強いんかな、格ゲーキャラやから。はい、お、今のはうまい。今まで落としたらうまくなかった。はい、今のはちょっと敵混ぜてるやな。うわ、実はこいつ強いやんけって思ってるかもしれん。僕のセンスにちょっと触れてしまったな、こいつ。はい、あ、やべ、これはセンスない。調子乗った、完全に調子乗った。かかってこい。けーん、主人公でもないくせにこいつリベンジや。おら、もう負けへん、もう負けへん。お前の動きは完全に理解した。はい、痛い。くそ、僕の量、僕の動きを完全に理解しやがる。うますぎへん、こいつ動きが変わった。はいはいはい、あっと、昇竜拳が結構威力高い気がするんだけど。わあ、これにしたかった。やめて、危ねえ。はい、それやめろ。久しぶりだわ、波動拳。はい、はい、コインコイン。こっちも昇竜拳あるんだよな。はい、ナイス。これがしたかった、いわゆるメテオと言われるやつ。あー、歓声が聞こえるわ。ついに来てしまったか。調子のところやねんな。歓声終わったんやけど、やめて、ひっついてくんな。はい、オッケー、はい、コインコイン。オッケー、はい、つい、やめてー、あ、やめて、シュー、危ねー、です。じゃあな、
いやー、今の僕の挑発に負けたな、今のは。僕のフェイントに慌てて回避を切ったんがあいつの敗北の原因や。ナイス勝利、初勝利、やっと勝てた。カットしてると思うけど結構戦ったからね。5回ぐらいやった。やっぱネット対戦やってる人らは慣れてるんやろうね、普通に戦うの。よし、メタナイト。ゲームキューブ時代では最強と言われた男。さあ勝負や。ミッドガルやん、ファイナルファンタジー7プリグロ。うわ、どいつもこいつも武器持ってんで、うん、隠しキャラ使ってるやつはずるいの。スターください、それはマリオのもの。ナイス、譲ってくれた、ありがてえ。やっぱマリオさんなんだよな、スター取るなら。スターを活用してダメージ与えたいけど、スター短かったな。キラーや、これはマリオさんの武器。はい、おっと、こんなことあるんや。あれやな、マリオカートのキラーやったな、今のは。はい、一回メテオしたが気持ちよすぎてめっちゃ狙ってしまうんだ。これなんか呼び寄せるやつやな、これ強いよね、確か。ねね、クレーン始まった、クレーンゲーム始まった。最近見た月野ミトさんの配信のクレーンゲーム、自分のフィギュアというやつ面白かったです。わあ、持ってかれた、一撃死。おー、ください、ください、マリオさんの必殺愛しめたい。ここはください、ください。あーい、やめて、やめて。あ、取られちゃった。ひー、ねね、え、外したか。やっちゃいましたね、ちょっと焦っちゃったか。先に一気削らされたから焦っちゃったよな。いやー、ゲームで焦りは禁物ですよ。モンスターボール、ふい。お、何やってるこいつ、ピカチュウのパチモン。モンスターボール来ました、取られた、取られた、縮小。僕強いポケモン出せんのか、ポケモンバトルや。やべえ、伝説のポケモン出てきた。あー、かわせん、かわせん、かわせん、早い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 。背景にもっとやばいリヴァイアさんできたんやけど。わー、リヴァイアさん、これはフィールド魔法ですか。ボンバーマンできた。普通にゲーム楽しんでんだけど、ボンバーさん地味じゃない。うわー、地味じゃなかった。わー、ボンバーマン強え。はい、マジボンバーマン自分にはダメージくらいの物価召喚者やからな。はい、ボンバーマンが暴れた間に自分もしっかり動いたら効果的やったやろな。何これ何これ、スローザワールド。あ、ちょっと危ないか、くそ。まあまあまあ、お遊びはここまでよ。僕もちょっと一気余裕があるっていうのがあってね、ちょっと手抜いてたわ。本気でいくわ、本気のマリオ見せたるわ。来いよ、メテオで決めたいな最後は。はい、コインコインコイン、稼がしていただきました。はい。あ、危ねえ。よし、これで決めよう。いやー、命をかけて手に入れた甲斐がある。くらえ！どうやって使うの？どうやって使うの？どうやって使うの？使い方わからなかった。サドンでーす。はい！瞬殺よ。ちょっと本気出しちゃったね。かっこいい。これが任天堂のトップ。